イスズベレル、ベレル、ベラルは、イスズ自動車が1962年、昭和37年から1967年、昭和42年まで製造していた乗用車である。イギリスのルーツグループとの技術提携で、国産化したイスズヒルマンミンクスの提携期限切れを、前に、イスズ初の自社開発乗用車として開発され、1961年、 昭和36年10月16日に発表、早速その年の全日本自動車賞に参考出品された。設計目標は、ヒルマンの長所を活かし独自設計を加味することにおかれ、タクシー業界への販売を有利にする6人乗りとすることが絶対条件とされた。この結果、自家用向け主体だったヒルマンより一回り大きい、トヨペットクラウンや、日産セドリック、 プリンスグロリアをライバルとする中型セダンおよびライト版となった。また、日本初の量販ディーゼル乗用車であり、1963年には日本機械学会賞を受賞している。形式名は PA10、ディーゼルモデルは PAD10。ヒルマンミンクスの後継モデルとして企画されたが、設計、生産、品質、デザイン、販売の各方面で、 根深い欠点、問題を抱えており、早くから不人気モデルに陥って、一世代で生産を終えた。イスズの社名の由来でもあるイスズ側、50はローマ数字で L、鈴のベルに、その L を合成し、ベレルと命名したとされる。ベレルの車型は、対別すると前期型と後期型に分けられるが、デザインの基調が明確でなかったこと。 初期トラブルが頻発したこと、そして、後発メーカーゆえの販売力の弱さも、相まって、自家用車としては先発のトヨペットクラウン、日産、セドリック、プリンスグロリアのような人気は得られなかった。オーナードライバー需要、自家用車の方面ではすでに旧式化していた肥満、ミンクスへの信頼が厚く、根強く売れ続けて、1964年。 昭和39年までベレルと並行して継続生産されたほどであった。初期トラブルは設計上の不備も去ることながらベレル発表と同時に創業開始した鈴藤沢工場の生産立ち上げ失敗が原因であった。不慣れな試験校が新しい生産設備を扱ったため組み立て部品の精度が低く生産立ち上げの1962年。 昭和37年1月にはついに1台も完成しなかった。そのため、急遽一部外中化したボディパネルからの雨漏り、A ピラーの亀裂、最終段階でラッカーからエナメル塗料に変更した塗装の発泡、スピードメーターやダッシュボードクラッシュパッドの符号、エンジンマウントの不良などが、やつぎばに発生、発表から半年も経った1962年。 昭和37年4月の発売も、全国一斉ではなく、東京、名古屋、大阪の三大都市圏に限らざるを得なくなった。ようやくこうした初期トラブルが解決したのは1963年1月で、同5月に、月産1500台を達成した。自家用需要が伸びない一方で、ディーゼルエンジン車の経済性が注目されたため、ベレルの販売は、タクシー、教習車など業務用、 営業者に急速に集中されることとなった。1963から1964年頃には、ベレルのタクシー需要に占めるシェアは20から30%に達し、販売台数のほとんどをディーゼルモデルが占めていた。もっともトラック用、ディーゼルエンジンの転用という出自から、振動や騒音の激しさは、乗用車として到底無視できない水準で、 現場のタクシー運転士たちからは、乗務したくないと悪評を買い、タクシー会社ではやむなく、ベレル乗務手当を出した例すらあったという。折しも、この頃タクシー業界では、LPG 自動車が急速に普及、ガソリンエンジン車との性能格差が小さく騒音、振動面は、同程度で済む LP ガス仕様のクラウンやセドリックが出回るようになると、 ディーゼルベレルの加速や乗り心地の悪さが際立ってしまい、タクシー用としての需要も1965年、昭和40年以降は激減した。その後のイスズ社は5ナンバーフルサイズ社のラインナップをしったこともあって、タクシー需要の面でも販路を狭めることになってしまった。1962年、昭和37年4月発売のベレルは、 直線基調のサイドラインを持ち、1950年代にカロッツェリアピニンファリーナがスタイリングした大型、中型高級セダンの影響も感じられる、欧州社長のデザインをまとっていた。一方、リアランプは三角形で、これは極めて個性的だった。しかし全体的には、フロントのドアとサイドウィンドウが、リアのそれと比較して、極端に小さいな、バランスが悪く、 鈍重な印象であった。1962年、昭和37年後半に、ライバルのクラウンとグロリアが、当時の最新型アメリカ社の影響色濃い、四頭、式ヘッドライトとフラットデッキスタイルで、低さを強調したデザインの新型を登場させと、ベレルのスタイルは一気に、旧世代のイメージとなった。1962年、昭和37-11月には、 ツインキャブエンジンを搭載した最上級のスペシャルデラックスを追加。翌1963年昭和38年1月に発売。4月にはスペシャルデラックスのディーゼルエンジンも追加され、6月にはライト版型のエキスプレスが追加された。その後は不評のスタイリングをなんとかライバルに見劣りしないように見せようと、1963年。 昭和38年10月と1964年、昭和39年10月にフェイスリフトが行われ、フロントにイスズのバッジを追加し、リアはターンシグナルランプをアンバー色の丸型レンズとして独立させ、もともと低い位置にあった同形状のバックアップランプとひとまとめに並べた。さらにガーニッシュを追加するなどの化粧直しが行われた。右画像を参照。 1965年、昭和40年10月に大規模なフェイスリフトを受け、ベレルの個性であった三角形のリアランプを廃止し、一般的な横長のものに変更された。フロントマスクも縦型デュアルヘッドライトに変更となる。また、ギアボックスは三足フルシンクロに変更となった。しかし、これにより独特の個性を失う一方、元来のデザインのバランスの悪さは全く、 改善されなかった。イスズは宣伝コピーにおいて、さらに気高く、さらに豪華にとの意気込みを示したが、スタイルが没個性的になった上、ライバル各社が競って導入していた、タイチェシー直列六気筒エンジンも、自動変速機も、パワーウィンドウすらも用意されないベレルは、もはやクラウン、グロリア、そしてこの年、ピニーファリーナのデザインでようやく、 フルモデルチェンジを果たした、セドリックなど敵ではなく、販売増加にはつながらなかった。三端たる、不人気車となったベレルは、末期には在庫処分目的で、この当時の物価水準でも、到底 2000cc 級の新車とは思われない、三台で100万円の、捨て値で売られていたという風文が伝えれるほどであった。1965年、昭和40年に、東京芝浦電機、 東芝の経営再建のため同社社長に就任した土孔敏夫は、この叩き売りのベレルを自ら公用に使うことで、社内での費用節減の炊飯としたという。叩き売られる程度の車である事実が世間一般に知られていたことを示す逸話といえる。フローリアンを後継者主として、1967年、昭和42年5月に生産が打ち切られ、 同年11月までに販売終了となった。なお、ライト版のエキスプレスを含むベレルの総生産台数は37,206台であった。駆動方式は、後輪駆動。エンジンは、直列4気筒オフ 1500cc72 馬力と 2000cc85 馬力のガソリンエンジン及び、エルフのエンジンを用いた直列4気筒 2000cc55 馬力の ディーゼルエンジン。1962年、昭和37年11月発表の 2000cc、ガソリンエンジン車であるスペシャルデラックスでは、国産乗用車としては、初のツインキャブエンジン、95馬力搭載した。中でもディーゼルエンジンは、量産乗用車としては、日本書の事例で、昭和37年度、日本機械学会賞を受賞している。サスペンションは、 ヒルマン・ミンクスを踏襲し、前輪ダブル・ウィッシュボーン、後輪ハンダ・エン・リーフ式の固定車軸であるが、前輪サスペンションは、ウィッシュボーンをクロスメンバーに取り付け方式であったため、タクシーのような過酷な使用条件下では変形、亀裂が多発したという。ステアリングは、ボール循環式で、変速機は一足のみ、シンクロメッシュ機構を持たない三足 MT であった。 1963年、昭和38年開催の第1回日本グランプリで、ベルルはアメリカ人ドライバーによる豪快なドリフト走法で大検討し、予想外の上位入賞を果たした。優勝こそクラウンに譲ったが、在日米軍中佐のディースウィッシャーが2位。後に、海一チ,チームシャドウのオーナーとなるドン・ニコルズが4位に入賞し、セドリックやグロリアを大きく上回る。 好成績あった。また、同年のマカオグランプリではスウィッシャーが2台のロータス、コーティナ、ボルボ122、ジャガー3.4に次ぐ5位、G クラスではボルボに次ぐクラス2位に入る検討を示した。その後も1960年代に日本でも流行したストックカーレースに参戦している。イスズ自動車50年市1988年4月。 伊ス津自動車株式会社社史編集委員会。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。